something of the internal workshop of spoken language translation. Ni sen yu wo ne no ni su e to gokai shimashita. Hai, saisho wa abstract to noto machine translation wa saikin yu wo na kika ga 結構ありますので、だから、私たちはこの Natural Machine Learning を、2つの問題を、確認したいです。最初は、マチンセンスライは、前から、Natural Machine Learning System はいつも、spoken language だをまだ応用してない。いつもは、for formal set を、はい。だから今度は新しい同盟の、はい、応用したい。確認します。次はこのモデルは、Loose Resource Language で、うまく動けるかどうか確認します。はい、この、はい、メソッドは、他、Attention by Natural Machine Learning を使いました。のペーパーで、あります。はい。Introduction. Natural Machine Translation E. け E が結果いい結果もらえるいろいろな language で、はい、有望な結果ももらえる。例えば英語。とフランス語とか英語とジャーマニーとか、記憶しますけど、ノートマジンセンライはいつも、いつも、フォーマルセットを応用しているだけです。今度はこの This work、このペーパーは、このネイチャーマジンセンライははい、spoken language、会話の language、で、応用できるかどうか確認と、リソース。はい、最初から、Natural Machine Translation は何説明します。Natural Machine Translation は、ただ、big大きなアーネンモデル。はい。この目的は、はい。access to sequence of the shot and target。ということは、Natural Machine Translation は、ソース、I am student とかと、ターゲットは、はい。でも、2号です。これ応用して、はい、自分で、自分で、ダイレクトリーマットを勉強している。マットは、この言葉は、小数の中で何が、マップ、はい、指示するかどうか、はい、自分で勉強します。はい、Advantage of Natural Machine Translate。スタティックマシンセンスレイとか、に比べて、ノートマシンセンスレイは、ノーマンカナルレンズ、知識は、結構小さいです。これは、バーレコワシだけ使える、知略できます。けどは、スタティックマシンセンスレイは、人間の知識はいろいろな勉強して、いろいろな、アーキテクト、いろいろな、メソッドをチェーニング。はい。だから、Natural Machine Translation は、ローマンカナルレンズ。
が実際です。農場も実際にビームセックリコーダーが簡単、スタティコスタンダーマチンセンレイとかスタティコマチンセンレイはリコーダーが結構難しいので、はい、比べて農場マチンセンレイはこれは簡単です。農場マチンセンレイは長い分でも作れます。けど、フェイス細胞とか、ランゲージモデルとか、必要ない。はい。詳しいに、どうやってマチンスレイは、動ける、説明します。最初、エンコーダーとディデコーダー、マチャニズムを説明します。インプットは、これ、ソース。ターゲットはこれです。バイオ構成があるだから、小数は N まで、けどターゲットは M まで。インプットはもらって、エンコーダーは、エンコーダーの目的はどうやって、意識する小数のから、どうやっては、リプレゼンテーション S を計算します。これですね、SH は、小数の中の情報、必要な情報を、はい、自分で全部 S は保存して、はい、次はディコーダー S から、S からと S、S は小数、S と小数と Y と、ステップバイステップで、Word をずつ、どうかな、ワードずつをゲネレーションだとなので、はい、例えば Y 値は最初スタートですよね。 Y 値を判断する場合は Y とを判断したい。だから、前の Y とは何と小数とレシスタンス計算します。これはいつもマチンセンレイ、トランスレーションはこの形式です。ハイデン・マックモデルもこれ、これ、知識、どんなモデルでもこれ、形式、けどは、人、コンピューターだから、これだ、どうかな、いつも、これは難しい知識ですね。ハイデン・マックモデルのとかから、他の処理ですけどは、農場マチンセンレイ、この形式は簡単に、ショップマーク形式はなります。けど、結構イコールですよね。けど、はい、このショップマークの白材、白材はこれのファンクションです。これ見るとこれは F は、アーネンのアーネンとかロングショックデモリーとか、はい、けど S は、はい、いろいろなメソッドを計算できます。はい、白材からこれトレーニングするは、ラスファンクションはここの式です。はい、さっきはさっきは、農場マチンセンレイ。次は、attention mechanism。attention mechanism は、フィッチャーを見ると、小数からターゲットまで、一番簡単な attention mechanism について話します。mechanism は最初、S。さっきこれ S ですよね。S は、いろいろなメソッドを計算できるけど、アテンションマチャニズムは、S は、H1 から SN までということは、全部ここ、ここみたい。ここを計算して、S は計算して、S から、S と白材から、
愛罪は計算できます。愛罪は何かこの中ですね。愛罪から愛罪一から愛罪まで C 罪計算する。C 罪からはいこれ C 罪からと Y 罪と白罪ははい次のハイデンスタイを計算します。はいその時は F。F ね、この F は2分、2ステップは、はい、分けています。これみたいです。これは、アテンションメカニズム。アテンションメカニズムは、コンストラクトベクトを計算します。これ一番大事なことです。これから、CJ から100台まで、CJ によって、どうやって、この小数から、Y ファンクションですね。C 罪は Y ファンクション。どの言葉は一番大事なことは選んで、はい。これ、小数から何が一番、大切は選んで、だから、その言葉だけを、はい、次のこと、次の、ターゲットを判断します。はい。次はエスペリメント。はい。問題は2つですよね。最初はアダプテーションということは、No stand for No Joe Jensen Translate は他のペーパーで実験しました。けど、あのペーパーは英語からジャーマンに直訳する問題です。けどは、その問題はフォーマルテスト。今私たちはこの その農場持ち先来システムを、はい、新しいドーマンスポーカンランゲージを応用します。はい、私はインディジェムにマイ持ち先来システム、はい、別のペーパーは全部8のモデルがあります。Gain on data form of test 4 million sentence ですよね。はい、はい、これシステムからトレーニング、form of test をトレーニングして、あとで、はい、英語と Germany spoken language もトレーニングします。このデータセットは結構少ないですよね。これとっても少ない。だから、目的はこれ少ないけど、これがすでにモデルあります。すでにあるモデルが使える確認します。はい。次は、バリデータセットはです。TST 2012と、Deep Learning Dataset は4 Layer and Same Dimension。 はい、結果ですよね。次は結果です。システム報告によって、はい、IWSLT 14は Best Android、Best の結果は、ブレーのスコアは26.2。けど、青システムは最初、シングルマチンセンスライ。これは、ノンアダプテッドは、これだけ、インディゼブンにスポットランゲージだけトレーニングします。さっき、前の、これ、トレーニングしません。はい。と、はい。両方でトレーニングします。だから、そのを見ると、はい。ブレスコアは3.8は上げました。はい。これは、いろいろなシステムを比べて、次は、アセンボー、ナイトロマンチンスライドは、
さっきのインディゼムにも、のちょまちんチェンスライシタムは、ハチモデルあります。アセンボのチンセンライは、ハチのモデルを合わせて、一番ベスト、一番いいな結果はこれです。はい、次は、他のシタム。他のシタムは、これみたいですよね。次は、このノートオムチンノートオムチンチェンスレイは、ロールソースチェンスレイさんの応用できるかどうか確認します。ロールソースチェンスレイさんは、このウェバーで英語からベトナム語を注意します。ダータセットは IWSLT2015。 英語ベトナム語パラレルダータはとても少ないです。ザブニンに比べてこれは4.5ミリアンペアけどは、これは133000だけけどは、ベトナムのパラレル、ベトナムの、ダータセットもロークダータセットだけですと、トケナイズインダコバセは、モーセトケナイザー、これはディフォーですよね。ブリロセッシングは全然ないです。ロケーションとか、ワークセグメンテーションとか、ないです。これダータセットは少ないから、4レイヤーは運用できないので、下がって2レイヤーと500ディメンション応用します。結果は、バレオのスコアは28.9ぐらいと29.4。これは初めてのベトナム地役があるから、他のシステムがないので比較できません。しかし、ペーパーのアウターはベトナム人ので、あの人は結構、びっくりしました。結果はいい主義ですから、ノートは、英語とベトナム語は、ベトナム語のワードは、ミルティチェレクターワードはいっぱいありますので、このシステムはただ応用して、ワークセメンテーションとかないので、次は、SBEC、 これはこのスコアは多分上がってる、もしも、ワークセメンテーションとか、シンボルヘルティックとかは完売します。完売メタスが上がります。Conclusion: No to my chin send light adoption is very effective. もしも私たちは、ドーマンダータセットが少ないけどは同じ言語で、他のドーマンで、ダータセットが大きい、私はドーマンを、合わせて、契約できます。Future work で、多分、ベトナム語とか中国語のワークシミュレーションがあれば、Low Resource Language が、の契約は精度が上がってる。あげると思います。以上です。ありがとうございます。